子供が可愛くない、女の人が色っぽくない、動物が変、天使です。これだけど色彩感覚はポップ。これはなんかルソーに似てるなと思って、うん、似てるね、はい、ルソーじゃないですよね。ルソーじゃないんですよ、うん、なぜなら足が確かに足がちゃんと書いてありますから、はい、あれそうじゃないなと、はい、けどなかなかでしょう、はい、鳥とかいいでしょう、はい、かわいいね、はい、これはですね女優マルガリータっていう題がついた作品なんですけれども、ニコ・ピロスマニっていう画家の作品なんですよ、はい、この人はねジョージア、昔グルジアといったあの国ですね、ロシアの下の黒海沿岸にあって、まあ、東が黒海でこっちがトルコ、こっちがアゼルバイジャンとかですよ、そういうあのジョージアのアンディ・ルソーと呼ばれる人なんですよ、はい、ちょうどその日本でいうと明治時代頃だね、ジョージアで活躍したニコロス・ピロスナ・マシビリっていうらしいんだけど、ジョージア語では、はい、俗にまあニコ・ピロスマニと呼ばれる画家なんだけども、名前聞いたことない、ないです、ね、ご覧になっている方もピロスマニで誰みたいな方いらっしゃるかもしれないと思うんですけども、ある程度の年配の方ならですね、ピロスマニの名前は知らなくても100万本のバラという歌はご存知じゃないかと思うんですが、100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげるってやつ、加藤登紀子さんが1987年にシングル出してミリオン超えの大ヒットですよ。この歌はもともとは1981年にラトビアの歌謡コンテストみたいなので優勝した曲なんですよ。でそれにソ連の詩人のアンドレイ・ボズネセンスキーっていう人が全然違う歌詞をつけて、でそれを加藤登紀子さんが日本語に翻訳して、まあ、100万本のバラって言って、まあ、ソ連でもヒットしたんですけども日本でもヒットしたね。そのソ連の詩人のアンドレイ・ボズネセンスキーの詩っていうのがピロスマニとこの絵に描かれた女優さんの物語を歌った歌なんですよ。どういう歌詞かっていうと、貧しい絵描きがね旅の女優に恋をして彼女を喜ばせるために持ってるもの全て売り払って絵筆や絵の具まで全部売っちゃって100万本のバラを買って広場をバラで埋め尽くしたと。ところがその女優はねどっかの金持ちがふざけたんだと思ってね何も思わず次の高円寺に旅立って行ってしまったと。それで全てを売り払った画家は一生孤独に暮らしましたっていう、そういう歌なんだよ。実際にそのピロスマニがね全てを売り払って100万本のバラを買ったっていうのはこれはその詩人が作った話なんだけれども、この女優とピロスマニの出会いは本当にあったんじゃないかと言われてるんですよ。というのも1969年にパリでこのピロスマニの大展覧会が開かれたんですよ。その時にこれ私だっていう人が来たんですよ。その時のこの新聞記事に載ってる写真これなんです。この人私だと、私あのジョージア行ったと、でその時に変な画家に会ったと、きっとこれは私を描いたんだね、出てきたんで何らかの出会いはあったと。100万ものバラはもらってないということなんですけどもね。まあそんなピロスマニなんですけども、この人は今ではもうこのジョージアの国民画家ですよ。作品のほとんどはジョージアの国立美術館にあって、ジョージアのこれお札にもなってますよ。こんな人なんですよ、ね、もうジョージア語全く読めないでしょ。読めないですね。ね、もうこの人のこと調べる時もネットとかでもこれが出てきちゃうからもう作品のタイトルとかさっぱりわからなかったりするんだけども、はい、そのぐらいの国民画家なんですよ。でジョージアって名産何か知ってる？コーヒー？それはさそうだね、ジョージアってコーヒーあるよね。あれは多分アメリカのジョージアの方かなっていう気もするんだけど、ワインなんだよ。ワイン好きな人は多分知ってると思うんだよ。ジョージアのワインのもう銘柄でピロスマニってあるんだよ。ほら
ピロスマニーって書いてあるんだろ、はい、ここに変な絵あるだろ、はい、これピロスマニーのこの絵なんだよ。お札にもなり、うん、特産品のワインの銘柄にもなってるぐらいのそんな国民画家なんですけれども、うん、まあ生前はまあ非常に不遇だったし、あと詳しいことが全然実は分かってないんだよね。生年月日とかも分かってないんだよ。で一応有力な説に基づいて言うと1862年頃にミルザニアっていうところで生まれた。8歳の頃にもう両親が亡くなっちゃって、今のジョージアの首都トビリシっていうんだけど、そこのトビリシにいた親戚の家に引き取られてそこで育ったと。18歳頃に印刷工場に勤めたと。でそこで独学で絵を勉強したと。でところが25歳の時、そこの親戚のうちの、まあ、10歳年上の女の人が、旦那が亡くなっちゃって未亡人になって帰ってきた。でその女の人好きになっちゃってでなんかラブレター送ったりなんかして、お前もううちに置いとけないみたいなことになっちゃうんですよ。これ似たようなことやったのがゴッホ。ゴッホも親戚の女の人が未亡人になって帰ってきたのをストーキングしちゃって、お前出てけって言われて、でピロスマニーもそれで、で多分その親戚がお前いい年なんだから独り立ちしろって言ってお金を出してくれたんですよ。それで友達と一緒に、まあ、絵を独学でやってたからね、看板屋を開くんだけどすぐ潰れちゃうんだよ。商売の才能はなかったみたいで、ここが唯一公式の記録が残ってるところなんだけども、1890年から4年間コーカサス鉄道っていう、まあ、カフカス鉄道と思うんだけど、コーカサス鉄道の貨物列車の車掌をやってるんだよ。これだけ記録が残ってんだよ。実際そういう鉄道の絵なんかもこの人描いてるんだよね。味でしょ。これでっかい亀はワインの亀だね。でなんかこれ豚だかなんだかわかんないなんかひっくり返すこういう貨物列車の車掌を4年間やって、それで貯めたお金でまた今度友達と一緒に乳製品屋さんをやるんですよ。チーズとかジョージアヨーグルトとか売ってるところですよ。でいやでそれはまあまあうまくいくんだけど、今度友達と喧嘩しちゃってやめちゃって、で30歳の半ばぐらいからもう絵を描いて、まあ、それを売って暮らすっていう、まあ、放浪生活に入るんですよ。でその放浪生活に入ってからもう何でも頼まれれば描くっていう姿勢で、一番メインの仕事になったのは看板なんだよ。お店のこういう看板ね。でジョージアのワインだけじゃなくてビールも有名で、あとお茶ね、居酒屋喫茶店文化が非常に栄えてる国なんだけど、こういう居酒屋ですよ、ワインとかビールとか飲む居酒屋の看板、はい、それからいわゆる肖像画だよね、はい、俺の絵描いてくれよみたいな、はい、これが当時のジョージアの貴族ですよ。こういう民族衣装着て動物の角で作った杯持って剣を下げてっていう、こういう肖像画、それからいわゆる集団肖像画、あのレンブラントの夜景みたいな、はい、あの集合写真代わりの集団肖像画で、このジョージアはアウトドアパーティーが極めて盛んな国で、何かあると必ずこうやって外でこういう宴会をやるんですよ。この宴会ねやたら多いんですよ、ピロスマニー。いろんな家でこれをやってたんだよね。家族のピクニックっていうあれなんだけど、まあ、こうやってまあピクニック行ったりして外で宴会で、このでっかいこのワインの亀と、あとほらやっぱりトルコの隣だからこの串刺し肉、なんかしなきゃチョウザメみたいなの持ってんだよね、これキャビア出そうっていうのかなみたいな、わかんないけどこれがだから家族のいわゆる集団肖像画になるわけだよね。こういう絵をいっぱい描いたりとか、あるいは宗教画とかまで描いてるんだよ、これねこれはどういうところかわかる？イエス様が、まあ、昇天してっていうところなんだけど、はい、これは何かわかる？豆？これ多分卵なんだね。卵。これでわかるようにジョージアってトルコとかアゼルバイジャンの隣じゃない、イスラムの国だと思われがちなんだけど、実はバリバリのキリスト教国なんだよ。でも国旗が十字架だから、なんでジョージアっていうかっていうと、聖ジョージ、聖ゲオルギウさんの竜退治した人、はい、あの人が守護聖人だからジョージアなんだよっていうぐらいのキリスト教国なんだよ。
それで中でも復活祭のお祭りがすごい大々的にやるところだね。だからこれ多分イースターエッグで、これ復活祭のケーキなんだよね。この復活祭関係の絵とかもいっぱい描いてる。もうとにかく言われれば何でも描くっていう、それでちょっとしたお金をもらって食べていくっていう暮らしをしてたんですよね。これ見て和田もちょっと嬉しそうだったけどなぜほら素人画家っていうか独学の人だから、確かにアンディ・ルソーと似た点が多いんですよ。似た点その1、子供が可愛くない赤い風船の少女、バンクシーを先取りですよ。お風船だとなんで網持ってんだって、何を取るつもりなのに子供が可愛くない、これ特徴ですよね。アンディ・ルソーにも共通する。で2番目のアンディ・ルソーに共通する特徴は、女の人が色っぽくないこれはオルタチャラの女っていうタイトルがついてるんですよ。でオルタチャラっていうのは首都トビリシの歓楽街というか、いわゆる遊郭街なんですよ。日本の吉原みたいなところなんですよ。だからこれはまあ娼婦なんですよ、花魁というより娼婦ですね。だから色っぽい女性を描いてるつもりなんですよ、これ。まるで色っぽくないっていうところですね。ルソーと共通のところ、動物が変。ここにもなんか謎の動物みたいなのがいるんだけど有名な作品の一つのキリンね。え、白いキリンも模様変だろうみたいな。で、多分これはキリンを見たことがないからこんな感じになったのかもしれないなと思うかもしれないんですけども、はい、見たことのある動物描いても変ですよ。これもまた復活祭の絵なんですけど、神の子羊なわけですよね。羊なんですよ、これ。ヤギに見えるよね。あとこのお尻が変なんですよ。この人のこの動物の特徴、お尻が変な。あとこのさっきの女優マルガリータにもあったけど、この どうでもいい鳥で天使も混じってます。天使です、これ。うん、これと同じ鳥ですね。同じタイプの鳥が飛んでます。でこれでほら復活祭の卵と復活祭のケーキがあるから、これまあ復活祭の絵なんですけども、もう羊はさすがに見たことあるだろうと。なのにこの偏差。4番目の共通点が、だけど色彩感覚はポップ。この最たるものがですね、和田が好きじゃないかと思って持ってきたんだけど、これほら、あ、かわいい。もうほぼディズニーだろこれ、はい、ほぼディズニーなんだけど、よくよく見ると角違くね、角こんなネジネジかつしかみたいな話、やっぱりお尻変じゃねえか、はい、だけど色彩感覚は非常にポップで、なんか今風でしょ、はい、妙に可愛いっていう。よくよく見ると変なところだけど、 ここの部分何とかね、向こうが見えてるのか、それとも何かの花なのか、この4つ、子供が可愛くない、女性が色気ない、動物が変、色彩がポップっていう、まあ、ルソーと共通点が多いんですよ。で、一方でやっぱりルソーと根本的に違う点があるわけですよ。地面に足がついてるっていうのも違うんだけど、それよりも何よりもこの人はもう基本が違うんですよ、文化が違うんですよ。ルソーは言うてフランスの人じゃないですか。でルーブル美術館とかでフランスのですが、ヨーロッパの古典美術を見た挙句ああだっていう人じゃないですか。この人はそもそも生きてる文化が違うわけですよ。でさっきジョージアはキリスト教の国だって言いましたけど、キリスト教の中でもいわゆる正教、ギリシャ正教、ロシア正教とかの正教系なんですよ。でジョージア正教っていうのがあるんですよ。だからリアルな偶像っていうのは否定で、イコンの文化なんですよ。でジョージア正教のイコンっていうのはどういうのかっていうと、こういう感じなんですよ。だから西洋の、あの宗教画みたいに遠近法とか陰影法でリアルに描くんじゃなくて、こういう平面的記号的に描くイコンの文化の中で育った人だっていうのが一つアンディ・ルソーとは決定的に違うんですよ。だからちょっと変な稚拙な絵に見えても、この伝統の中では特段変わってない、そんなに変わった絵描いてないよっていうのも言えるんだよね。
もう一つ大きな違いがあるんだけど、例えばさっきのこれもそうだし、これもそうだし、この辺の絵に共通すること何か気がつかない？背景が真っ黒？そう。なんでだと思う？黒で後から塗ってる？いや、最初から黒？そうなんですよ。黒い布に描いてるんですよ。黒地なんですよ、全部。黒いオイルクロスってあるだろう。よく古いイギリスのコートやなんかであるんだけど、雨弾くようにちょっと油しました黒い布で、馬車のほどとかさ、テントとかにも使ったりするんだけど、あれに描いてるんだよ。黒い布に太め絵の具で描いてるんだよ。ある種反転彩色なんだよ。こういうのも黒いとこに塗ってるから、後ろの黒のトーンがやっぱり残るんだよね。これが非常にこの人の絵の特徴の一つなんだよ。で、これを利用した独特のこの逆光表現っていうのをよくやるんですよ。それが分かりやすいのがこの作品なんだけどね。こういう逆光表現が得意なんですよ。これはもうその地の黒を生かして逆にこの明るいところを描いていくっていう、色の付け方の発想として逆なんだよね。暗いところに色つけていくんじゃなくて、明るいところに色つけていくっていう描き方なんだよね。で、ちなみにさ、この作品これネットで調べたらさ、木の上の狐ってなってたんだけどさ、狐かみたいな。で、他のやつで見たら熊ってなってた。もう熊と狐の区別もつかないぐらいのあれなんだけど、この逆光表現独特ですよ。これはその黒地に不透明の具で描くっていうことをやってるからなんですよ。これもルソーとは決定的に違うじゃない、うん、で、この黒地に色で描くってどういうとこから来てるのかなと思ったら、一つジョストボって知ってるか。ジョストボってモスクワの郊外の村で、そこでよく作られたからジョストボっていうらしくて、黒地にこの不透明の具で絵描いて、こうエナメルみたいに焼いた皿なんだけど、うん、この黒地に描くっていう伝統はどうもロシアとかジョージアにあるんだよ。たまたまその身近にあった黒いオイルクロスに描いていくっていうのは、まあ、ピロスマニーにとっても当時のそのジョージアの人にとってもそんなに変わったことではなかったっていう。だからアンディ・ルソーと何が違うかっていうと、この人は単に独学とか天然とかっていうよりも違う文化圏の人なんだと。つまりフォークロアなんだと、民族芸術で、ただの天然ではないんじゃないかなっていうのが、言いたいとこなんだよね。これがアンディ・ルソーと大きく違うとこだと思う。だけどまたあの共通点に戻ると、ルソーと共通するところがもう一つあって、それは何かっていうと、こういう、まあ、独特の絵がですよ、20世紀に入って若いアーティストに逆に新しくねで持ち上げられた、まあ、ルソーもそうじゃない、はい、実はこの人もそうだったんですよ。カンディンスキーの会に行ったんだけど、20世紀初頭のロシアってそのキュビスムとかイタリア未来派とかそういうのが入ってきて、もういきなりそっちに触れちゃって、ある意味西ヨーロッパ以上にとんがったモダニズム運動みたいなのが起きてたで、ね、いろんなものがもうごっちゃになってかなりとんがったアーティストが出てきてた時代なの。そんな中の前衛アーティスト、当時の前衛アーティストの一人で詩人で美術評論家のイリア・ズダネビッチっていう人がいるんだけど、この人なんだけどね、イリア・ズダネビッチっていう人と、それからフランスから来た画家のミシェル・ルダンチュクっていう人がジョージアを旅行した時にピロスマニの絵見つけて、逆に新しくねがこれ描いたの誰みたいな、こんな看板がジョージアにはいっぱいあったわけですよ。これ見て、これすごくねが出ちゃって、これフランスで言うとアンディ・ルソーじゃねみたいなのが出て、俺たちの前衛の展覧会に作品出しませんかってピロスマニーに働きかけたわけですよ。それでこれもまたルソーと似たところなんだけど、この詩人が見つけて声かけてくれたから、お礼に彼の肖像画を描いてるんですよ。あのルソーがアポリネールとマリー・ローランさんの絵描いたのと同じような感じなんですよ、これ。
で1913年にモスクワで開かれたその前衛アーティストの展覧会にこの肖像画やさっきの声とか出るわけですよ。それでそのルダンチュクっていうやつがフランス人だからパリの新聞にもジョージアにすごいやつがいるって書き送ったりして、その時にピカソが読んだとも言われてるんだよね。ピカソがもうはっきり反応してるのは1969年にフランスで行われた大展覧会の時にピカソがピロスマにはすごいっていうことを言って、有名なセリフを残してるんだよ。ジョージアに私の絵は必要ない、なぜならピロスマニがいるからだっていう、すごいピカソが言った、まあ、そのぐらいルソーと同じぐらいピカソはこのピロスマニを評価してたんですよ。ところがここが問題で、ルソーは言うてフランスにいるじゃないですか、だからそういうふうに評価されて周りもみんなあそうだねになるわけですよ。この人はロシアの中でもさらにジョージアという、まあ、割と辺境にいるわけでしょ。そこにはもうあのいわゆる伝統的な画家がいるわけですよ、古典的な画家が。でそいつだからすれば面白くないわけですよ。なんで町の看板書きがねすごいことになってるんだみたいな。それで逆に叩かれちゃうんですよ。あのキリンが変だとか散々新聞に変な絵載せられて、そうするとそのジョージアの人たちもいやおかしいと思ってたんだって、だってあいつあのなんかいつもその辺で酒飲んで変な絵描いてるあの看板書きじゃんと、なんであれがそんなすごいアートなのか俺たちも変だと思ってましたよって、むしろあいつ下手でしょみたいな、逆にやっぱりあいつ下手ですよねでそっちの評判が広まっちゃうんだよ。ちょうどまた悪いことに そこに第一次世界大戦とでロシアはその後もロシア革命が来ちゃうでしょ。ぐっちゃぐちゃになっちゃってもう仕事もなくなっちゃって、それで全然食えなくなっちゃうんですよピロスマニ。前衛芸術家たちが募金ピロスマニを助けろみたいな募金とかやってたんだけど間に合わなくて、さ看板書いた居酒屋の階段の下の部屋にずっと暮らしてたんだけど、そこの家賃も払えなくなって最終的に地下室で1918年のジョージア人がすごい大事にする復活祭の日に孤独死したと言われてるんですよ。これがその後にですね、後にラド・グディアシビリっていう画家が描いたピロスマニの死っていう、このぐらい狭い地下室に暮らしてここで孤独に死んでいったと言われてるんですよ。で1969年にジョージアの映画監督ギオルギ・シェンゲラーヤ監督っていう人が、放題は放浪の画家ピロスマニっていう映画撮ったんですよ。その映画のラストシーンだとその復活祭の日にね、近所 あの靴屋さんがいて、ピロスマニそういえば最近見てねえなって言って、大丈夫かって、今日復活祭だぞって言って、で覗きに来るのはピロスマニ生きてる復活祭だぞって言って来たら、俺今から死ぬところですって言って死んでいくっていうラストシーンなんだよ。この映画見てほしいんだよね、 DVD だから。すごい綺麗なんだよ映像が。アンディ・ルソーがお好きな方ならニコ・ピロスマニも忘れないでほしいって言ってたんですよ。ただルソーが、まあ、最晩年はそうやってみんなにあの持ち上げられて、幸せに暮らしたに対して、ピロスマニは逆にロシアの辺境の伝統的なフォークロア絵画が生西洋の現代美術の土俵に乗せられちゃったがために、なんであいつがみたいなところで叩かれて、だって下手じゃんみたいなことになって、辛い思いをしてると。でピロスマニが言い残した言葉と言われるのが、奴らが勝手に持ち上げ勝手にこき下ろしたってただ幸せにこんな看板書いて暮らしてた、でちょっと女優好きになったりとかいろんなことしながらまあそれで貧しくも幸せに暮らしてたのが、急に逆に新しくねって言われた逆に、いや本当は下手でしょうに落とされてっていうことで悲しい死に方をしちゃったという、そういうお話、ジョージアのアンディ・ルソーニコ・ピロスマニのお話でした。面白かったら高評価をポチッとついでにチャンネル登録して